こんばんは、バンコクのキッズです。どうしてもね、ちょっとね、皆さんに変わり種のね、ちょっと銃をね、どうしてもね、ちょっとご紹介したくてね、ついついね、またね、動画撮っちゃいました。これです。まあ、見たことある人はあるかもしれないけど、多分日本には入ってないんじゃないかなと思うんですけど、KJ ワークス、台湾のね、 KJ ワークスっていうところの、マーク2っていうね、カービン銃、長いんだけどね、普通のピストルよりだいぶ長いんだけどね、カービン銃だから、まあ、一応ちゃんとカービン銃だから肩にね、こう当てられるっていうね。ですごくね、ルガーマーク2に多分店で作ったんだと思うんだけど、だから名前もマーク2って言うんだと思うんだけど、もちろんルガーとは書いてないんですけど、ルガーマーク2に、まあ、似せて、後ろのね、形とか、なんていうのかな、中の機構っていうか、なんとなくね、やっぱりルガーに似てるんですよね。おそらくルガーをベースにしたモデルなんじゃないかなと思うんですけど、これ銃口、でね、これね、なかなかのね、変わり種でね、あれだけじゃなくてね、なかなかのね、優れもんなんですよ。まあ、見ていただければね、わかると思うんですけど、まあ、ちょっと不格好っちゃ不格好なんだけど、これね、使うのね、慣れてきたらね、まあちょっと、いや、弾数が少ないんで、16発、マックス17発ぐらいしか入んないんで、ちょっとサバゲとかそういうのにはね、向いてないと思うんですけど、本当に、個人競技じゃないけど、標的競技とかね、そういうのにね、すごいね、威力をね、発揮すると思うんですよ。ぜひね、ちょっとね、中身を見てもらって、まあね、日本に多分入ってないか、まあちょっと入ってるかもしれないけど、まあ、パワーを落として入ってるかもしれないですけど、非常にね、ユニークで面白い。ズバリ精度の高い、エアガンです、ね。ということで今日はこれをちょっと強く、おすすめしたいというか、リコメンドしたいと思いますので、ぜひ、中身を見てください。それでは、台湾のメーカーでKJ ワークスっていうところがあるんですけど、まあ主に、ガス銃とかが多いんじゃないかなと思うんですけど、そこのね、KJ ワークスのマーク2っていうね、ちょっとね、形が、なんて言ったらいいのかな。この一個前にマーク1っていうのがあるんですけど、マーク1っていうのは、普通のピストルでの形で、重心がね、この辺までしかなくて、まあ、本当にピストルの形なんですよ。ね、普通のハンドガンの形。で、マーク2っていうのはそれを、重心長をずっと、まあ、2倍以上、
長い重心にして、でなおかつちょっとぶついちゃったけどストック、なんだグリップにさらにこうストックをつけたっていうね、だカービン銃みたいな形にして、より正確にこう狙いをねつけられるようにカービン銃形式にしたっていう、そういうね、銃がありまして、これを、KJ ワークスのマーク2っていう呼んでる銃になります。で、ここからね、まあ発射ガスを注入しているんですけど、で入れた後に、まあ弾もね15、6発これ入ってるんですけど、その発射方式としては、この引き金ね、この引き金がねちょっとね癖もんで、またね重いんですよ。この辺までは軽いんだけど、この最後のとこがねすごいちょっと硬くて、最後まで引き抜けるとこうやって、で何かこう落ちるような音がすると思うんですけど、要はこれで最後ね、この中にバルブを叩く機構が入っていて、最後にねここまあガスの弁がここにあるんだけど、ここを叩くようになってるんですよ。ここを叩くと、ガスの弁が一瞬だけ開くっていう、そういう、発射システムになっていて、でこれどういうわけだかよくわかんないんだけど、普通のガス銃の、ガスブローバックガスブローバックガンとか普通のガスガンとかに使うガスで弾速を測ると、普通のやつのね大体、2倍ぐらいのね力で出てくるんですね。それは一つは全くこれブローバックでも何でもない単なる固定式の古典的な銃なんで、ブローバックにまたこれもガスをロスしないからっていう理由が一つ考えられるんですけど、あとはバレルがそこそこ長いんで、加速距離が稼げるから、その2つで非常に速い弾速をキープしてるのかなというふうに理解してるんですけど、ちょっといずれにしろ実際にね弾速計で、どれぐらいの弾速なのか測ってみたいと思います。じゃあ、それじゃあ早速測ってみたいと思います。ちょっとねこれもちょっと狙いが難しいけど、ちょっとやってみますね。140.1 メーターパーセカンド、2.45 ジュール、弾は 0.25 グラムの弾でしたね。なかなか普通のガスなんだけどね、グリーンガスでも何でもない普通のガスなんだけど、こんだけの数字が出ちゃうんだよね。理由がいまいちよくわかんないんだけど、さっき言ったようなことが多分答えなんじゃないのかなとは思ってるんだけど、どうなんでしょうか。
もう一発ぐらいちょっと平均値取るべくやってみたいと思うんですけど、ちょっとね狙いが難しいんだよね。まだちょっと上がった感じですね。またちょっと上がって 144.5m パーセカンドで 2.61 ジュール、ね、なかなか捨てたもんじゃないというか、うん、なかなか生意気なジュール数がありますね、うん、はい。じゃあ次は、命中精度の方テストいってみます。では今弾倉に12発残ってるんで、12発撃ってみたいと思います。ちょっとね照準の空制がちょっと分かってないからどうか分かんないけどな。まあ集団性で見てみましょうね。はい、12月終わりました。はい、数字を見てみましょう。分析します。いやーね、KJ ワークスマーク2ちょっと形がね、ちょっとなんていうのかな、突拍子もない形っていうか、ちょっと風変わりな形なんで、まあ、バカにしてたんですけど、いやー驚きました。久々に打ってみてね、改めて驚きました。この銃がなんとこれですよ、これね。まあもちろん中心点を狙ってちょっと照準調整とかもしてないし、ちょっと癖も忘れてたんで、結構雑にね打ったんですけど、雑に打ったにもかかわらず、まあ約直径下手したら1センチちょっとに12発全部入ってますね。この集団性はねちょっとねすごいですね、うん、これはねバカにできない。雑に打ってこれだから、これ本気でねちゃんと照準も合わせて、一発一発慎重にね打っていったらね、これね、10点、これ、黒丸 X のこの白い輪の中にね、多分、ほぼ入りますよ、これね。ちゃんとやれば。これはね、すごい。うん。これは、もし日本でこれ買えるのかわかんないけど、精密射撃、
好きな方はこれおすすめですね。うん、輸入できんのかな。ちょっとね、弾速がいかんせんちょっと早いんで、多分まあ輸入は無理なんだろうけど、ぜひね、ちょっと本当は撃ってみてもらいたいなっていう感じの銃ですね。うん、ちょっとね、あの前景をね、離れたとこからちょっともう一回撮ってみますね。それを最後にあのカットを撮ってみたいと思います。まあちょっと写真になるかもしれないけどね。うん、はい、それじゃあまた次の機会にお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。じゃあ写真をね、ちょっと楽しんで見てください。さよなら。バイバーイ。